高評価本当にありがとうございます。ということで新潟オフ会でちょっと撮影をさせていただいたので衣装に着替えております。で今回もユーザー化紹介ということでリザルトジャパンの前からキャンギャルをやってくださっている私のもう大先輩大大大先輩の方のお車を紹介させていただこうと思いますので早速登場していただきます。それではユーザーさんどうぞ。に今住んでる、汚れまたは鶴賀愛理と申します。YouTuber の方々皆さんはじめましてよろしくお願いします。お願いします。ということで、今日は汚れさんの、哲学をご紹介させていただこうと思います。それでは早速紹介いってみたいと思います。イエーイおい。ボンネットは TM 工房さんのカーボンのボンネットになってます。はいはい、でボンネットの形ってここまでがボンネットなんですけど、はいはい、ちょっとそこまでカーボンになるのがちょっと気に食わなかったので、はい、デザイン部長さんっていう S6 乗ってる方に頼んで、はいはいはい、ちょっと綺麗なラインを作ってくれてます。あ、ここですか。ここ。はい、で塗り分けをしてもらいました。おお。なんで、はい、ちょっと前から見た時に、はいはい、シュッとした。感じになってるかなと。確かに。わかる。皆さんわかりますか。このちょっとスケベなライン。スケベなライン。スケベなライン見て。スケベなライン。スケベなライン。こっちのライン。こっちのライン。こっちのライン。これにちょっとこだわってます。ボンネットは。はいはい。なるほど。で穴が開いてるんですけど。はい、雨が入ったりして大丈夫なのとか聞かれますが、うんうんうん、そんなに無ざらしにしてるけど気になりません。私が気にならないだけかもしれないですけど、はい、でもユーリリティボックスは、はいはい、結構抹茶色になってるんで気になる方はなんかふたとかした方がいいかなとは思います。で次はアイライン。アイラインはリザルトさんのつけさせていただいております。これリザルトさんのは、はい、このモデューロのバンパーのここのつながりが結構綺麗だなと思って、はいはい、つけた時のつながりが結構なんだろう段差が少ないというか、はいはい、ナチュラルにつけられるんですごくいいなと思ってつけてます。こうシュッと皆さん汚れさん一押しのアイラインですよ。ですよ。モデューロじゃなくてもつけて、はい、まあ、このねS6 の目つきってやっぱかっこいいじゃないですか。はいはい。それがさらにこう目つき悪くなってイケメンになるなっていう色っぽくなってます。色っぽく、うちの子。はい、はい、で、はい、バンパーはモデューロのバンパー、はい、高いんですよねこれね。17万ぐらいとかしてるはず。うん、高いんですよ。なんかこのライトもなんか一時高くて、はいはい、でもまあこの顔でこれって買ったからまあもうこれつけるしかないって感じでつけたんですけど、やっぱり物足りなくて純正ですね。はいはいはい。なんでこの TM 工房さんのちょっとバキバキなんですけど、はい、カーボンのリップをつけてます。なるほど。はい、でこのリップも塗り分けしてて半分黄色で下半分カーボンのまま、はい、ここもじゃ塗り分けこだわって。そうです。汚れさん特別仕様ですこれ。そうです。結構この塗り分け一番私の中ではグッときてるかなと。お気に入りポイントですか。うん、なんだろう、なんていうのかな、この遠近感というか、なんていうんだろうね。それがしっかり出ていいのかなって思ってます。かっこいいです。うん、女性オーナーさんでこんないかつく仕上げたら結構前だけいかつい感じ。顔重視で、うん、年配なんでね、私。なるほど。はい。次は他の部分も見ていこうかなと思います。イエイ。次の紹介するポイントは、シザーズドアです。これはリザルトさんのシザーズドアをつけてまして、ガルウィングって言ったりシザーズドアって言ったりするんですけど、この形はシザーズドアです。まあ前から見た時
めちゃくちゃかっこいいっていうのがありますね。好きなポイントとしては、うん、よくありますね。そうなんですよ、はい、イベントの時とかはもうこのまんま置いてたりとかするんですけど、うん、普段の料理する時は揚げたりしないで、うん、こうパッて開けた状態で料理できるんで、普段使いとしては全然気にならない。派手に見せたい時にこれやる。食べたいとかでもない。これで置いてたらちょっとあ、なんかすごいのいるって圧力というか洗車場とかですごいびっくりされる、はい、確かに。そういきなりガバッて開いたらすごいみんな中が抜いてたら、ね、何してんのあの人みたいな。なりますね。そうそうそう。え、それ国産車ですかとか言われるのに最近喜びを感じております。はい、じゃあ次あっち。これもリザルトさんのやつなんですけど、見づらいかな、はい、バケットシート、はい、リザルトさんのを入れてます。すごい、バケットシートも組んでるんですね。そうなんです。結構腰弱いタイプなんで、はい、入れて楽に長距離運転できたらなという。座り心地とかどうですか。結構細身でキュッとしてるんで、うんうん、出発にいいかなって。なるほど。なんかバケットシートの使い方間違ってるかな。ケイポップできるかな。私も入れようかな。でもやっぱ安定感が違うんで。あ、それはありましたね、はい、ホールド感がね、うん、やっぱこの、はい、カート感が増すっていうのがすごく私の中で大きくて、うんうん、はい、あ、よりカートに乗ってるぜみたいな気分が味わえて、スポーツカー乗ってる気分。そうです、そうです。それが楽しくていいかなっていう。なるほど、うん、中は特にはそんなにいじってないんで。うん、こっちですね、後ろですね、うん、はい、リアリアの、はい、これはなんていうんだっけ、エンジンフードカバー、エンジンフード、はい、これもカーボンでまとめてます。イメージとしては上から撮った時に一直線にカーボンが見えるようにしてるんです、うん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 、なるほど、はい、ただちょっと予算の関係上、はい、ここをカーボンシートになってます。ウィングで見えないからいいのかなと思っちゃうから、なんか後回しになっちゃうんだよね。でこれも純正のまんまの形なんで、はい、そんないかつくもなくシンプルにつけられるかなと思ってつけてますね、うん、カーボンでも統一して、ね、イエローかけるカーボンみたいな、ちょっとなんか綺麗な黒入れたいなみたいな。はいはいはい、なるほど、はい、これも TM 工房さんでお願いしております。はいはい、でウィングも TM 工房さんのつけてるんですけど、はい、これが別名なめこウィングっていう。なめこウィング なんでなめこなめこちゃんっていう教祖様みたいな S6 女子がいるんですけど、はい、その仲間みんなでこの同じウィングをつけてるんです。なるほど、はい、なんで同じウィング見たら、あ、この人はなめこ組の方なんだなって思ってくれたら、なめこウィング、なめこウィングと言われてます。なるほど、はい、であとはマフラー、はい、マフラーこれあんまりつけてる人いないんですけど、はい、駿河スピードさんのマフラーをつけてます。うん、うんうん、あんまりね、なんかつけてる人見ないなと思うけど私的には音が一番お気に入り。そう、かっこいいってなっちゃう。いい音。そうなんで、なるほど、はい、これぐらいにですかね。うんうんうん、ありがとうございました。はい、はい、ということで今回は私の大先輩ヨコレさんのお車を紹介させていただきました。ちょっとみんな見といてください、このセクシーなバニーちゃんで来てくれたので見納めですよ、しっかり。ちょっと社長しっかり撮ってください。舐めるようにとてもお似合いです。ありがとうございます。ありがとうございました。概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからぜひぜひぜひご覧ください。